私が今162センチなんですけれども、私はバランスを考えて上を2、3回折ります。でこれをですね、差寸をつけて、どちらかが長くどちらかが短い、こういった差をつけて、肩の上から大きく羽織ります。でこちら長い方を逆に巻くだけなんですけれども、ここからが一手間で、こういったショルダーのあるバッグでこちらを押さえるようにしてください。そうするとひらっとこう落ちてしまったりとかっていうストレスもなくなりますし、あとはバッグのレザーと、ストールの柄、ストールの素材っていうマッチングも楽しめるので、コートの上から大きく羽織るときとか、あとはコート代わりに、使うときなんかはこういったやり方をされるといいと思います。簡単だよ、試してください。